俺は山本浩太、25歳。ときめきドキドキネットワークという通信会社で働いている。また大口契約もらったん？浩太氏は私たちの期待の星ですね。大げさだって。こっちは同僚の天心蘭さん、部内のムードメーカーだ。うちら営業参加は万年赤字。うちも負けてられへんわ。一緒に頑張ろう。オタクも頼むな。私はオタクではなくオタクだです。これから巻き返しますとも。そしてこっちがオタクだ保つ、頼りになる部の仲間だ。見ろよ、レーナさんだ。今日も綺麗だな。あの人って。彼女は木村レーナさん、社長の娘、いわゆる社長令嬢だ。美人で仕事もできるから社内じゃモテモテ、うち一番の有名人である。相変わらずすごい人気だな。いやー、レーナくん、こんなところで会うなんて奇遇だね。またあなたですか？何のご用でしょう？なに、僕は子猫ちゃんに会いに来ただけさ。そうですか。可愛い猫ちゃんが見つかるといいですね。あの人、確か富豪グループの富豪なるおさんだっけ？木村さんにご出身って噂本当だったんだ。そこのいてくれる？通れないんだけど。あ、すみません。なんか冷たい人だよな。ちょっと苦手かも。ある日の昼休み。なんや、今日も日の丸弁当かいな。体に悪いで。仕方ないよ。ほら、俺って貧乏だから。そんな子たちにいいものをあげましょう。なんだこれ。婚活パーティーのチケットです。行けなくなったからと友人にもらったのですが、私はこういうものに興味がないので、費用は全額支払い済みです。ここって超有名ホテルやん。きっとうまい料理いっぱいやで。ありがとうオタクだ。俺参加するよ。そしてパーティー当日。うひょー、ごちそうばっか。さやのやつきっと大喜びだぞ。あなた、何やってるの？ついて気心で家族がお腹を空かせて待ってるんです。どうか見逃して。確か営業参加の山本くんよね。木村さん、どうして俺の名前？私、社内の優秀な人はチェックするようにしているの。はあ、どうも。それより木村さんも参加されてたんですね。まあ仕方なくね。父が早く結婚しろってうるさいから。なるほど、社長令嬢も大変だ。そういう言い方やめて、好きじゃないの。すみません。おかしな人に会っちゃったな。10分後。あなた食べてばかりね。女性に興味はないの？こんなごちそう今日しか食えないですから。参加のエースなのにそこそこ稼いでるんじゃないの？まあ結構いただいてはいるんですが、実は俺給料はほとんど実家に入れてて、うちの両親山中村ってとこで民宿やってるんですけど、最近はお客様もさっぱりなんです。高校生の妹もいるんで日頃から節約していかないと。驚いた。ずいぶん家族思いなのね。あ、このくらい普通ですよ。ねえ君、よかったら俺と話そうよ。いやいや、僕と二人きりにならないかい？結構です。さすが、こういう場所でもモテるんだな。ちょっと待った、彼女と愛を語らうのはこの僕さ。富豪さん、こんなところで会うなんて、なんて運命的なんだろう。やはり僕たちは赤い糸で結ばれているのかな。本当にしつこいですね。いい加減にしてください。男の人なんてみんなそう。気にするのは外見ばかり。誰も本当の私なんて。どうしたんだ？なんかブツブツ言ってるけど。よし。私、彼に決めたから。え？結婚を前提にこの人とお付き合いします。そういうわけだから婚約者としてこれからよろしくね。いやいやいや困ります。婚約者ってあんなのがいいのかよ。この僕では力不足だというのかい。よっこみの自然がすごい。こんなのもう飯食ってるどころじゃないぞ。翌日、俺と木村さんは社長室へ呼び出されていた。昨日の件で腹を立てた富豪さんが会社に乗り込んできたからだ。やっぱり納得いかない。こんな現実僕には理解できないよ。受け入れてください。いきなり婚約なんて私は認めんぞ。どうして？早く相手を見つけろって言ってきたのはパパの方じゃない。これでは約束が違うね。レーナ君が本当に彼と婚約するというのなら、御社との契約は考えさせてもらうよ。なんかお願いします。それだけはどうか何とぞ。呆れた。契約のために娘を使ったの？そんなことはしていない。私はただお前が結婚に興味を持ってくれればと。だからしつこく婚活パーティー進めたんだ。パパなんて大嫌い。父親に向かってなんだその口の利き方は。何この状況。早く帰りたい。さっきはみっともないところを見せちゃったわね。あと巻き込んじゃってごめんなさい。本当ですよ。気持ちはわかりますけど、何もあんな嘘つかなくても。嘘？君何か誤解してるみたいね。はい。あなたに興味があるのは本当よ。冗談で婚約するなんて言わないわ。どうして？私に言い寄ってくる男ってみんな外見重視の人ばかり。誰も本当の私なんて知ろうとしてくれなかった。だけど君は違ったわ。私と話してるのにずっと食べ物に夢中で。こんな人生まれて初めてよ。そうですか。それよりこれからどうするんです？早く社長と仲直りした方がいいんじゃ。いい機会よ。私決めたわ。決めたって？もちろん家でよ。あんな人絶対許してあげないんだから。そして就業後。ただいま。へえ、なかなかいい民宿ね。これからお世話になります。ああ、お兄ちゃんが彼女連れてきた。大変大変。お父さん、お母さん。じゃあさや、どうしてこんなことに。木村玲奈と申します。コウタさんとは結婚を前提にお付き合いしています。じゃあそれって婚約者ってことは。まあ遠かったでしょ。ゆっくりしていってね。こいつはめでて。酒だ酒だ。今すぐ宴会の準備だ。お父さん、我が家にお酒なんてありませんよ。その後は貧しいながらも飲めや歌えの大騒ぎ。レーナさんの髪ってすっごく綺麗。そろそろ。ありがとう。貧乏料理だけどお口に合うかしら。遠慮せずいっぱい食べてね。あんなべっぴんさんどうやって捕まえた？やるじゃねえか。ちょっと何よ。せっかくお母様から美味しいお芋のふかし方を教わっていたのに。芋の話はいいですから、ちょっとこっち来てください。意外と積極的なのね。なんであんな嘘つくんですか。完全に誤解されたでしょ。それって婚約者って言ったこと？あながち間違ってないでしょ。間違いです。俺婚約なんて認めてないですからね。けれどこちらにしばらくお世話になるんだから、何らかの理由は必要じゃない。だいたいなんでうちの民宿なんですか。ホテルなら他にいくらでもあるでしょう。田舎の暮らしってものに以前から興味があったの。いいじゃない。きちんと宿代は払うわ。お客が減って大変なんでしょ。そりゃうちとしては助かりますけど。まあいっか、どうせすぐに値を上げるだろう。ところが意外なことに木村さんは田舎暮らしにすぐ順応していた。そうそう、そっちの山菜は食べられるよ。ああ、それは毒があるから注意してね。すごいわ、食料がたくさん。まるで宝石箱ね。まさか社長令嬢と一緒に山菜採りすることになるとは。見てコウタ、いっぱい取れたわ。あっ、顔が赤いわよ。なんでもないですから。驚いた、この人こんな顔もできるんだ。また別の日。私魚釣りって初めて。いつ釣れるの？そんなすぐには釣れませんよ。まあのんびりやりましょう。それもそうね。ところでこっちの生活にはもう慣れました？ええ、皆さんとてもよくしてくれるから通勤に片道3時間は大変だけど、そこは慣れですよ。一人暮らししようと思ったことはないの？俺家族が好きですから、貧乏だけど離れようとは思いません。すごく家族思いなのね。そんな普通のことですよ。私には家族愛って何なのかよくわからないわ。そうなんですか？ママは幼い頃に他界したし、パパはずっと仕事で忙しかった。うちにいてもほとんど会話なんてなくて、これで家族って言えるのかしら。ずっと冷たい人だって思ってたけど、そういう事情があったんだ。大丈夫です、俺も協力します。これから家族になりましょう。それってやっぱり親子喧嘩なんてダメだ。木村さんと社長にはいい家族になってもらいたい。ハイターすぎよ。私と家族になりたいってこと？こっちも親不足じゃないけど。あれ、何ブツブツやってるんだ？木村さん当たってます。どうするのこれ。あ、落ち着いてゆっくり引いてください。無理よ、すごい力で引っ張られてるわ。川に落ちちゃう。こら、あんま暴れないで。にゃっ、あっ、いたった。大丈夫ですか？あっ、近い。木村さんの顔がこんなすぐそばに。お兄ちゃん、玲奈さん、どう？釣れた？ああ、大物！今夜はごちそうだね。おお、そうだな。どうしたの？二人とも顔が真っ赤だけど。なんでもないわ。危なかった。もしあのままだったらどうなってたんだ。翌日。社長、お話があるんですが。ねえ、なんと言おうが婚約なんて認めんぞ。いえ、そうではなくてですね。ダメだ、こっちはただ仲直りしてもらいたいだけなのに、ちっとも話を聞いてもらえない。こうなったら。それなら俺と賭けをしませんか？なんだと？内容はそうですね。もし俺たち営業参加が営業一課に勝てたら、その時は俺の話を聞いてください。ずいぶん大きく出たな。一家は我が社のエリート集団。君ら傘下の営業成績が上回るなど万に一つもない。なら構いませんね。賭けは成立ってことで。せいぜい頑張ることだな。というわけで申し訳ないんだけど協力してくれない？水臭いね。傘下の底力見せたるわ。こうた氏にはいつも助けてもらってますからね。今こそ恩を返す時です。ありがとう、二人とも。次の週末。ねえコウタ、山でお花畑を見つけたんだけど、よかったら一緒に。ごめん、俺商談の準備したいから、さやでも誘ってくれる？分かったわ。待っててくれ木村さん、絶対に社長を説得してみせるから。それから1ヶ月後。なあ、あの噂聞いた？木村さん、もうずっと家に帰ってないんでしょ？まずいな、家出の話が広まってる。木村さんと少し話をしよう。一旦家に帰った方が良くないですか？今ならきっと社長だって。やっぱり私がいるとそんなに迷惑？別にそういうわけじゃ。知ってるのよ。ここ最近ずっとコソコソやってたでしょ。邪魔なら邪魔って言えばいいじゃない。だからそんなこと思ってませんって。家族になろうって言ったくせに嘘つき。何の話？どうしてこんな怒ってるんだよ。次の週末。それじゃあ私行くから。うん。気まずい。せっかく仲良くなったのにこんな別れ方でいいのか。大変だよ。こら騒がしいぞ。どうしたのさやちゃん。表にすっごく高そうな車が止まってる。うちのお客様かな。気になって様子を見に行ってみたところ。やあレイナくん、僕自ら迎えに来たよ。フゴーさん、またあなたですか。それにパパまで。さすがは御曹司、すごい車だ。お父さんに反発して家出なんて、そんな行為はノットエレガントだよ。君は僕の婚約者にこそふさわしいのさ。そこの彼に迷惑をかけてはいけないよ。そうよね。私がいたらコタにも迷惑が。ちょっと待ってください。俺は迷惑なんて思ってないです。コタ、そりゃ最初は困りましたけど、一緒に暮らして知らなかった木村さんの魅力をたくさん知りました。今はあなたの力になりたいって思ってます。嬉しい。君はまだ何も分かっていないようだね。誰がどう見たって僕の方がふさわしいのは明白さ。ほら黙ってないで社長からも何とか言ってくださいよ。なあ、社長を当てにしても無駄ですよ。それはどういう。賭けは俺の勝ちなんで。レナ、これまですまなかった。どうか許してほしい。パパ、今日は謝りたくてここに来たんだ。私なりに娘の幸せを願って結婚を勧めていたが、どうやら間違いだったらしい。私の方こそごめんなさい。なんだか意地になってしまって。よかった、これで仲直りかな。ところでさっき言ってた賭けって。ああ、それは。何、彼と少し勝負をしたんだが、どうやら私は見くびっていたらしい。山本君は非常に優秀な男だ。何よりハングリー精神が素晴らしい。レイナと仲直りしてくれと何度も頭を下げに来てね。嘘、私のためにそんなこと。成尾さんもすみませんでした。実際に2人を見ていただいた方が娘の気持ちも伝わるかと思いまして。こんなのやっぱり理解してもらえないか。それなら何度だって。ブラボーすぎるじゃないか。僕はそこまで熱くなれなかった。乾杯だ。君こそがエレガントだよ。彼女の婚約者だと認めよう。どうか娘を幸せにしてやってくれ。婚約者がどうとかは考えてなかったんだけど。社長たちが帰った後、さっきはありがとう、嬉しかった。いや、俺が勝手にやったことだから。この間はごめんなさい、腹を立てたりして。いいよ、別に気にしてない。ならよかった。ところで聞いてほしいことがあるんだけど。私あなたのことが好き。最初はただの興味だったけど、一緒に過ごして本当に好きになったの。木村さん、家族思いの君が好き。優しいあなたが大好き。ねえ、コータの気持ちを聞かせて。俺も木村さんが、いや、レイナが好きです。本当？貧乏な俺でよかったら、その彼女になってください。嬉しい。なるわ。私、君の彼女になる。その後、俺たちは交際を開始。社長から許可をもらい、今は正式にうちで同棲している。また万年赤字だった営業参加は今回の件で花形部署へ大変身。仕事の方も絶好調だ。はい、コータ。あーん。あ、あー。おや、もう日の丸弁当ではないのですね。いやあ、あれやな。さらに山中村を気に入ったらしい富豪さんが村に大口投資。少しずつだが民宿のお客様も増え始めている。これまで苦労をかけたな。お給料少しは自分のために使いなさい。レーナさんにプレゼントでもあげなよ。みんなありがとう。ほんと家族って素晴らしいな。今回のことで改めて実感したよ。そうね。ところで結婚式はいつにする？私たちも早く新しい家族作らなきゃ。交際期間すっ飛ばしてすぐにでも入籍する気満々なレーナ。彼女のウェディングドレス姿が見られる日はそう遠くないだろう。見るです。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。優しいあなたが大好きです。もし時間があ